今日ヘアカラーをした藤原です。今日も仮想通貨ニュースとチャート分析を配信していきます。そして8月にメンバーの皆さんに質問募集してたやつがだいぶ集まったので、今週の早いうちにね、質問に対する回答を作ろうと思います。あと質問を僕にしてみたい人はメンバーになったら、毎月ね質問募集して全部回答するってやってますので、ぜひメンバーに入ってみてください。はい、じゃあニュースとチャート分析言いますが、その前にチャンネル登録と動画のグッドボタンぜひよろしくお願いします。まずね、今日は、アメリカのね市場は急上しているので、あんまり大きな動きはないと思いますが、まず、一つ目のニュースとしては、バイナンスが、ナイジェリアで経済特区の設立を支援していますという話がありました。ナイジェリアに、ドバイのフリーゾーンに近いような感じの、経済特区を作るらしいんですけど、そこで、バイナンスがその経済特区で何かをやることを、支援するということになっておりますということです。でバイナンスはね、8月末にも韓国のプサンとブロックチェーンに関する技術支援やインフラ提供における提供も発表したばかりで、韓国のプサンの市内の中に拠点を新設する可能性も言われているということで、バイナンスが世界各国の規制当局と、提携するような関係がもう見られていると感じでした。ナイジェリアはね、アフリカで特に人口が多い、国になります。確か2億人ぐらいいったのか、1億か2億ぐらいいたと思うんですけど、相当でかいので、そこを注目してるってことだと思います。アフリカの拠点にする可能性もあるのかなと思いますね。はい、じゃあ次が、IMF が、ファイナンスアンドディベロップメントっていうね、機関誌を出したんですけど、その中で将来の通貨システムのあり方について、発表してます。中央銀行のための中央銀行と言われる国際決済銀行 BIS の、オーガスティン・カスター理事長って言われるんですけど、この BIS の要職についてるメンバー2人が、書いたと。で未来の通貨システムはどうなのかっていうことを議論していて、仮想通貨の技術力と中央銀行の信頼性を融合させた豊かなエコシステムについて書いているということで、今までこのカステンスっていう人はビットコイン投資はリスクが高いということで仮想通貨に懐疑的な姿勢をとってたんですけども、今回は将来の通貨システムは仮想通貨の技術を活用すべきってことを言及していて、いよいよね IMF もね仮想通貨をその決済手段として、積極的に使おうみたいな、そういう意見が出てきたということを言っております。でその中では中央銀行デジタル通貨で、そのビットコインとかリップルとかじゃなくて、中央銀行デジタル通貨 CBDC こそが交易にかなう技術をサポートする豊かで多様な通貨エコシステムの基盤となりうるということで、今後出てくるであろう中央銀行デジタル通貨ね、デジタルドルとか、そういうものが使いやすいという発言をしてますが、でも IMF がね仮想通貨に対して肯定的な意見を出していること自体がね、かなりねいいニュースだと思います。じゃあ次、イーサリアムの、アップデートについて。イーサリアムのアップデート、9月10日から、20日の間に行われる予定ですが、イーサリアムがプルーフオブステークに移行する理由について共同創設者のビタリック・ブテリンさんがインタビューに答えておりますと。プルーフオブステークに移行する理由については、まずね、そのねトランザクションの検証者っていうのが、ね、バリデーターって言われますけども、その人の、報酬あたりのセキュリティ水準がかなり上がるってことを言ってます。ちょっと難しいんですけど、セキュリティを確保するためにブロック生成者に払う報酬を1ドルとすると、採掘マシンと電気代を要するプルーフワークのマイナーは資本コストに 0.33 ドル、3分の1ね、創業コストに 0.67 ドルを支払っているような状態になっております。一方でプルーフオブステークのバリデーターは最初に所定のトークンを購入してステーキングする必要があるので、資本コストが 0.9 ドルぐらい、9割ぐらいで、維持費の負担は少ないので創業コストは 0.1 ドルということで、同じ1ドルの報酬だとしてもより資本コストがかかるプルーフオブステークの方が、攻撃のね、51% 攻撃って言われてますけども、
のリスクに対して 20倍以上のセキュリティを確保するということで、まあ、セキュリティが上がるんだよということをまあ言っておりましたと。ですね、まあ、我々にとっては直接 あまり関係はないけど、それでもマイニングをしなくなることによってイーサリアムの生成量がね最大で 90% 減少するということがやっぱりね、かなり高くなる可能性あります。その価格としては上がりやすくなるかなと思ってますので、注目した方がいいけど、でもアップデートが実際に行われたら事実売りで大きく下がるような場面もありそうだなというふうに思っています。はい、じゃあ今日もね、チャート分析いきます。今日もビットコイン、イーサリアム、リップルいきます。まず今日冒頭にも言った通り、株の市場はね日本は空いてますがアメリカは確か空いてないのであんまり大きく動きにくいと思いますが、イーサリアムがね1560ドルぐらいでね止まったままなっております。イーサーこういう形で今下降ウェッジのままだと思いますね。まあ、若干ちょっとウェッジのね角度を開いたんですけど、こんな感じで変わってないです。今よくよくしてますが、ここをまあ上に抜けてきたらね跳ねるような場面もあるような感じですが、今夜はそこまでいかないんじゃないかなと思ってますね。このままだからダラダラ下がるとか横横するとかそんな感じになりやすいかなと思ってます。まあ、単純なチャート形状としては完全にね下落トレンドですので、高値切り下げ安値切り下げの下落トレンドなので、どっちかというとまあショートに優位性があるし、落ちてきたらこの辺の1300ドルぐらいまで落ちる可能性あるかなと思いますが、下降ウェッジなんで上に抜けたら、まあ、ちょっと跳ねる可能性はあります。だから上に抜けるので、ね、下降ウェッジ的なときに下に抜けたら猛烈に暴落する可能性ありますので、その場合はまあ800ドルとか400ドルとかまで落ちる可能性は全然あるかなと思います。はい、じゃあビットコインですね。ビットコインがねやっぱりね2万ドル割ったところでちょっと買われていくような、ね、場面が結構ありますね。まあ当然っちゃ当然だけど、2万ドルってところはやっぱり節目として意識されすぎて、ただ今日も一応1万9700ドルということで2万ドルは割っております。1週間横横しましたね結果的にはね。こんな感じで、下落トレンドあります。こっちも横横して今タッチしてるようなところですけど、まあ横横してストーンと落ちる、横横してストーンと落ちやすいかなと思います。で落ちてきたら、まあ、1万8000、1万4000、その辺ぐらいまで落ちる可能性あるし、まあ、このチャート形状なんでね、上昇チャンネルからの下抜けなんで、どっちかというとやっぱ安値更新しやすいので1万4000ドルぐらいまで落ちやすいかなと思ってますので、まあ、ちょっと今のあたりで買うというよりはね、ズドンと、ね、大きく落ちたあたりで買っていきたいかなっていう感じ。はい、じゃあ次リップル。リップルは 0.32 ですね。他のコインに比べたらやっぱり弱いです。で、こいつは平行チャンネルで割ってますので、またダラダラ落ちやすいと思います。まあ横横知ってるけど、まあ基本的にはストーンと落ちやすいところにあるので、まあどっちかというとショート仕掛けて、もしこの、下落トレンドで、ね、上に抜けてきたら、まあ、ショート切るみたいな感じでショートでずっと引っ張っておいて、まあ、ドンと落ちたところで、まあ、利確するみたいな感じで考えていけばいいかなというふうに思ってます。はい、そんな感じで、まあ、ちょっと相場はよくよくして分かんないですけど、また株が落っこちると仮想通貨も落っこちると思ってます。はい、今日の動画が役に立った方はぜひチャンネル登録と動画のグッドボタンよろしくお願いします。それでは最後に藤間のじゃんけんタイム、藤間なじゃんけん、じゃんけんポン、またね。仮想通貨投資で今一番おすすめの取引所はバイビット。バイビットなら100種類以上の仮想通貨の現物取引と FX 取引ができます。そして、日本の取引所から仮想通貨を送るっていう方法以外にもクレジットカードで仮想通貨を買うという方法ができるので、日本の人にも使いやすい取引所になってます。そして、新しく人気になったコインの上場も早いし、ローンチパッドも充実しています、動画の説明欄またはコメント欄の一番上に、バイビットの招待コード、こちら手数料が安くなりますので、バイビットの口座持ってないという人はこの機会に始めてみるといいと思います。動画を最後までご覧いただきましてありがとうございます。藤間の YouTube メンバーシップでは月990円で週に1回の投資に関するコラムを投稿しております。
そして、月に1回僕に質問ができる質疑応答動画も投稿してますので、ぜひ入ってみてください。そしてツイッターやインスタグラムの方でも投資に関する話や僕のプライベートなども投稿してますので、ツイッターとインスタグラムぜひフォローをお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。藤原でした。